ま、本当は買い出せ。あ買いチームに取りこぼしはダメなんですけどもまあ、今日はまあ先制して、その裏に今の佐野に一発初球をガツンと行かれたところに、ちょっと勢いがこうしぼんでしまったような気がします。まあ、今のがも本当に。今日はコントロールもスピードも。 すごい良かったと思うし、そういうピッチャーはなかなか崩せないし、ちょっと手を焼いたかなまあ、掴むとなんかやっぱカーブをうまく打ってるんで、で、その辺で、やっぱり3番、4番、まあヒットも出たけども、そのあとがどうも続かないような打線になってしまった。まあ、もう徐々にイニングごとに、今長の,のペースにはまってしまったのかなという、今日は残念な試合だったと思います。 ショートの柴田がちょっとね、やっぱりマルテっていう名前で、ちょっと余裕持って回転して投げてしまったっていうのがあるんだけど、まあ一生懸命走ったのはすごいいいことなんだけども、ちょっと甘く見たのかなっていう、まあランナーをね、バッターとかマルテをね、まあ、それをつけ込んで内野安打にしたってことはでかいことだったけど。まあアマチュアも教えてるけど、なんでそういうこと、プロもそうなんだけど、なんで一生懸命走るかっていうのも理由もあるしね、やっぱり一生懸命走ることによって、 野手が焦って投げたり、そういうこともあるんで、まあ、そのためにもやっぱり全力で走った方が、何かが起きるっていう、見た目悪いからじゃなくて、いろんなそういうことで、阪神は全力で来るから、早く取って投げないといけないとかが出ると、やっぱりあのエラーも出たり、冒頭も出たりすることもあるんで、やっぱりそれで、そういうことをずっと、まあ、どこの球団もそういうふうにしてると思うんだけども、まあ、そういうことが大事であって。 ただ全力で走ってるかじゃなくてそういう意味もあると思うんだよねやっぱり野手を焦らすまあやっぱりそういうどこでもそうだまあ僕もニューハーモニーでいるともそうだしまあそういうことでとにかく一塁までは全力で走るで相手の守備をこうねエラーさ誘ったりすることもあるっていうことで全力で走るこれはもうプロもそうだしアマチュアの人もそういうのを見習ってやってほしいなと思います あのー、俺がずっと何試合か横浜のバッターを見る限りでは一番好きなところだね、インローに手がと伸びて低めのところ、もともとはインハイは打てないバッターなんで、そこにシュート回転で入ってきたっていうのが、まあ、それも初球、まあ、横浜のバッターに限らず、外国人っていうのはやっぱりランナーがいると、初球から積極的に打ってくるっていうのがすごいあるので、まあ、最近の外国人はあんまり打たないのもいるんだけど、大村の時代はもう、ホー もうなぜかっていうと、そういうことで会社と契約してる。打点。まあ、率とかよりは打点。そういうために、まあ、呼んでるので、やっぱりランナーが出たら、とにかく積極的に打ちに来るっていうのを、外国人のモットーじゃないけども、そういうふうにあの打ってくるっていうのは、もう頭に入れて、だから、初球の入り方とか、ランナーいるときには考えて入らないと、ああいうことが起きてしまうっていうのも、 あの点数があるからとかじゃなくて、まあ、今日は1試合でよかったけど、あれ、明日も明後日もあるんであれば、結構3連敗とかね、なりつつあるような感じの,あの試合になってしまってるかなと思うよね、それで、誰率もトップだし、そういうバッターに3本も4本もとかヒット打たれて、ホームラン2本とか打たれてるようじゃ、やっぱりもっとこう気使って投げないといけないバッターじゃないのかなと思うんだけどね。 まあやっぱりそれがやっぱりァ連続フォアボールが一番ダメだったのかなで、そこでやっぱりストライクを取りたいっていうのが、そういう甘いボールになってしまった、で、一振りで3点取られた、うん、こんにちは、コメントに答えていきたいと思います。うん えっとバランス急に崩れるのはまあ、投げる方もが一定してないということと、ヤクルト戦の限って言うとやっぱり投げるバランスが自分のものになってないということ。まあ、握力は全然関係ないです。もう先発して100何十キロ投げれるくらいのスタミナはあるので握力がないなんてあの考えられません。あとはやっぱり足がついたりする手と足のバランスが。 合わないとああいうボールが出るっていうだけであってそれを自分のものにまだできてない合えばいいボール160キロ出るでないと抜け球になるっていうだけのことなんで手と足が合ってないからその辺の,あのストライクゾーンに手が出てこないから抜けるっていうだけなんでまあそれをスピードを殺して150キロにして投げたとしても多分同じような結果になると思います。 そこにしっかり1 5 0キロをコントロールよく練習できるかったらそうはいかないと思います。抜けば抜くほど、えー、俺の考えではコントロールは反対にもっと悪くなるんじゃないかなという気がします。やっぱりしっかり体を使ってしっかり足で頑張ってしっかり振った方が早く良くなるような気がするんですけどいかがですかね。